今日もいいお天気になりました。山梨の一家町あります安住のがやってきています。おはようございます。おはようございます。太田ひどきと小勝ちとくまモンの3人でお送りしたいと思います、はい、いや天気いいですね。しかしお二人さん、そうなんですよ、気持ちいいね。気持ちがいい。風もね涼しくて、すごいここ安住の丘広いんですよ、はい、走り回れますよね。子供連れ多いんですけどもね、子供と来ても本当楽しめる場所になってますよね。おはようございます。やっぱ尾形さん、楽しんでくださいね。尾形さん、はい、やっぱ秋の空と言いますと天高く、うん、雲こゆる馬こゆる秋かな。いやいやいや、秋かなって全然知らないですよ、上さん。素晴らしいです、ありがとうございます。秋ナスは嫁に食わすな。どうでもいいです、どうでもいいですよ。今日の格言でございます。はい、格言が出ました、はい、さあ今日の中継何を紹介するかと言いますと、くまモンよろしくお願いします。くまモンどこ、くまモン、あら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 、すごい、おお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 おくまモンおはよう。おはよう。おはよう。おはようございます。でも手にはしっかり持ってるね。そうなんですよ ね、 ね、はあ、これ栗でございますね、はいはい、秋の味覚の一つなんですけども、うん、山形といいますと栗の産地として有名なんですけども、この栗のイベントがですね、今度の日曜日マロンフェスタが開催されます、はい、で栗にちなんで、はい、何でしょう。クマモン栗素手で持ってますけど痛くないですか。痛くないのかな。クマモン痛くない素手で持って。さすがクマモン。痛くない。痛くない。痛くない。すごい。クマモンやめて。いや、そこまで痛くないでしょ。真似しないでくださいね。痛くないでしょ。私は訓練してますから、大丈夫です。お願いいたします。鍛えてますよ。ということでね、イベントについて語っていただきましょう、はい、工藤さんです。あ、宇藤さんです。どっちだ。おはようございます。お世話になります、宇藤です。宇藤さん、おはようございます。よろしくお願いします。さて、今度の日曜日開催されますマロンフェスタなんですけども、はい、どういった経緯始まったんですか、これは。はい、こちらはですね、山鹿市が熊本県で栗の生産量と出荷量ともに1位という、うん、を誇ってますので、それをで、痛い痛い痛い何してんのよ。それをですね、皆様に知っていただきたくて、アンズ農家マロンフェスタを開催始めました。そうなんですよね、はい、色の催し物もあるんですよね。はい、ですね、栗を使った栗のクイズラリーや栗のつかみ取りですね、はい、あと栗のスイーツや栗の試食会など、はい、たくさんの催し物をご用意してます。あ、そうなんですよね、はい、今年で5回目ということになるわけなんですけどもね、はい、この山鹿というのは栗の栽培に適してるんですか、やっぱり。はい、そうですね、栽培が始まったのが昭和3年頃からですね、だんだんこう普及し始めてですね、もともと山鹿のですね、土地が赤土と黒土、あと広葉樹のですね、落ち葉で、すごい栄養豊富なんですね。で、鉄分も含んでるので、そのおかげで美味しい栗がたくさん取れるんです。はい、だから山鹿は栗の栽培に適しているわけなんですね。はい、そうなんです。ただ皆さん、肝心なのが味ですよね。味ですよね。はい、じゃあおがっちにじっくりと味わっていただきましょう。わかりました。栗だけでね、そのまま食べないで、栗だけでね。ありがとうございます、はい、さあ、ということで今日はですね、焼き栗マシーンをご用意しました、はい、移動しましょう、はい、こちらでございます。こちらですね、宇藤さん、はい、この焼き栗マシーンは、はい、より栗の味を美味しくいただける、はい、マシンになってるんですね。はい、そうなんです。栗をですね、はい、冷蔵庫の方でちょっと冷やしてまして、はい、そうすると栗の甘みがギュッと閉じ込めて、はい、それを焼くので、はい、すごい栗の味が前に前面に出るんですよね、はい、ちなみに今日使う栗がこちらでございますね、はい、こちらがですね、はい、リヘイ栗と言いまして、はい、焼き栗にしたらとても美味しい品種になります。はい、リヘイ栗の特徴というのはどんなところですか。はい、この土地こ特徴がですね、はい、こちらの角のところに薄い毛がたくさんついててですね、はい、普通の栗と比べていただくとちょっと色が濃ゆめなんですね、このように。
これが美味しい商品ですね、はい、ということで今日はですね、はい、リアエグリを焼いていただくんですよね、はい、これどうなってるんですか、これ焼きマシーンを、はい、今焼いてます、この中で焼いてるんですよ、はい、うちのガスでね焼いてます、はいはい、イケメン渡辺プロがしますので、はい、じゃあ渡辺プロお願いいたします、はい、渡辺プロ、はい、ゴルファーじゃないですよ、わざとらしいわ、新喜劇か、びっくりした、わざとらしいわ、リハでやったでしょ、びっくりした、びっくりした、絶対やってるんですよ、ほらびっくりした、出てくるの知ってるんだから、あれ蒸気ごめん、熊本置いてきぼりで寂しいよね、熊本には打ち合わせしろんかった、さすがではですね、いい香りがしてまいりました、熊本、さあ行きましょう、はい、焼き栗、おお、すごい香りがしてますね、ですよこれ、いい色、すごい、ね、おお、いっぱい出てきました、やっぱりあの甘いっていうのがあの色の濃さで分かるよね、そうですね、色が濃い、あの焼き芋も何でもそうだけど、うんうん、あのすごい栗のいい香りがしますね、はい、甘い匂いがしますね、じゃあ熊本から渡してもらっていいですか、おガチの方にお願いします、じゃあ私がね代表していただきたいと思います、焼きたてですからね、熱いよ、はい、熱々、いただきます、ほら、うわ、黄色の、うわ、美味しそう、それでは早速焼きたていただきたいと思います、はい、熱いですねそうなりますよね、甘い、美味しいんです、美味しい、甘い、ちょっと焦げ目があって、そうです、この側がちょっと焦げてるところがもっと甘さを引き立てる味噌ですね、香ばしくて甘くて美味しいです、当日は試食無料なんですよね、はい、はい、試食は無料です、あとはですねあの小袋に入れて500円でも販売しますので、はい、ぜひ試食なさった後に購入していただいても、はい、あの焼き栗用としまして50キロの栗をね、はい、およそ準備されていただいておりますので、ぜひともね試食の方を味わってください、はい、さて山鹿の栗の味がねバッチリだということが分かったところで、はいはい、中継の後半は、はい、美味しい栗を使った甘いものをご紹介します、はい、お願いします、お楽しみに、さあ今度の日曜日アンズの丘マロンフェスタが開催されます、はい、山鹿市吉川町にやってきています、はい、さあ中継の後半はですね、はいはい、栗を使った甘いものをご紹介したいと思いますが、はいはい、その前に楽しい体験ご紹介しましょうか、はい、それは何でしょうか、はい、こちらがですね1回200円できる栗つかみ体験になります、で掴んだものは全部お持ち帰りですね、1回作った分は、はい、そうなんですね、両手でイベントの名物なんですよね、はい、そうです、たくさんこれ両手でですか、はい、両手で、両手でちょっと大人の方男性の方だいたい1キロぐらい取れるそうなんですけども、はい、せっかくですのでくまモンと結構有利よね、大きいからっていうのは、出しまして、有利有利、どっちが勝つか栗つかみ取り対決、これ勝った方の栗を視聴者の方にプレゼントとなります、これもう大変ですよ皆さん、はい、これなんかコツありますか、コツはですね一応女性の方はちょっと腕が細いのでやっぱりザッと奥まで入れてここまで掴んでほしいので、わかりました、取ってください、はい、細いのででかいですよってみましょう、こちらでございます、いった、1キロ超えました、1キロ50ですね、クロボンの勝利、すごいわ、おめでとうございます、おめでとうございます、ということでこの栗を視聴者
者の方にプレゼントです。いやいや、ドナさんちょっと待ってください。何ですか？あのですね、せっかくあの作っていただいたので、うん、視聴者の方には両方プレゼントしたいと思います。ということは、これ2つ合わせた、はい、この栗、視聴者のプレゼントです。いやいや、あのうどさん、うどさん、ウドさん、今これ重さ測ったら何キロですかね、2つ合わせると。今何キロですか？今ですね、 1.8 キロですね。あー、もうウドさん2キロでいいですか？大丈夫です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。プレゼントでございます。はがきでご応募ください。こちらですね、郵便番号860-8691 TKU 型ランネ栗プレゼント係、締め切りは10月3日木曜日必着となっています。当選者の発表、発送をもって返させていただきます。もっともいいかもしれない、ご近所にね。2キロですからね。ありがとうございます、うどさん。ありがとうございます。さあ、続いてはですね、栗を使った甘いものをご紹介しましょう。こちらに移動しましょう。またこれがね、美味しいんですよね。甘いものあるからね。動かしながら、分かるけどね。さあ、どうぞ。はい、たくさんありますけれども、はい、すいません、じゃあお一つずつ紹介いたします。こちらのですね、栗ゴロットロールが、栗がゴロゴロ入ってます。で、こちらが1本1100円ですね。で、こちらがですね、あの栗をちょっと粗く潰して餡状にしてあるのが中に入ってます。で、この栗、これが栗団子って言うんですけれども、5個入って450円ですね、1パック。はい。で、こちらがですね、栗の渋皮煮が中に入っております。はい、丸ごとで、名前が丸ごとマロンパイと言いまして、お一つ240円になってます。はい。そして、で、こちらがですね、和栗のテリーヌですね。こちら生地が抹茶の生地になってまして、この中に渋皮煮が1個丸ごとドロドロっと入ってます。食べたいよ ねこれ美味しいから、せっかくなんでおがっちり食べてもらいたいと思います。イエーイ。なんか落ちてるんですよ。食べられないから。お食べてみます。テリーヌ、テリーヌ、あのね、尾形さん、はい、今スタジオテリーヌがわからないっていう話になったんで、うん、どんなものかちょっと教えてくださいよ。わ、はい、かりました、はい、じゃあ食べてみますね、はい、いただきます。栗大きい、いっちゃいます。いただきます。いった、ペリーヌって、うん、あのスポンジケーキの作りですね。何ですか？違います。スポンジケーキ。なんで説明しねって言ったのにそんだけ食べた。本当にあの、はあ、皮が抹茶のスポンジケーキで、はい、あの栗が甘くて美味しい。そうなんですよね、もう渋皮から見てあるので、カステラみたいな感じなんですか、尾形さん。え、カステラ、カステラとはちょっと違いますよね、また。あのカステラよりも生地がしっかりしてます。あ、スポンジケーキと言ったらいいですか ね。はい、これすごい、あのお茶にもコーヒーにも合いますね。はい、ぜひ。美味しいです。さらにもう一つあるんですよね、はいはい、もう一つ、おすすめが、こちらがですね、新商品になります。はい、で、上の方がですね、栗が、あの栗の皮の煮が乗ってまして、ま、下が、はい、栗のペーストですね、はい、で、下がミルクプリンなんですけど、その下の方にも栗のペーストが入ってますので、あ、贅沢だ。クマモ、待って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 、危ない危ない。クマモ、分かった分かった、いいよ、そのまましとって、そのままよかよ、そのまま落とすけんね。クマモ、すいません、メモを食べたいんでしょうね、やっぱりね。似合うね。いただけ、いただけ、いただきます。すいません、クリクリプリン、はい、どうぞ。いただきます。いや、食べたことない、クリのプリンなんて。すごい、そうなんだ、ミルクっぽい。うお、プリでしょ、もう栗丸ごとですね。びっくり、あ、びっくり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 です。あの栗の、はい、一番上の栗もそのままの栗と、 そしてモンブランになってますよね、はい、そうです、そうです。そして下のミルクの味もほわんとして、そうです、ほわ、いろんな栗の味が楽しめます。はい、これを食べていただければ、秋の味覚はもう栗にギュッと詰まってます。はい、これを食べたらもう、ありがとうございました。これ、ね、やっぱ、え、秋に食べな
ないとダメですね。そうですね。今言いましたよね。ゆうさんが言いましたよね。これ食べたらいいわ。そうですね。美味しいものもいっぱいありますし、いろんな体験もできますんでね。ぜひともお出かけになってください。今度の日曜日ですよ。はい、いらしてください。で、場所の方説明しましょう。こちらご覧ください。熊本市内から車でおよそ30分ですね。国道3号線を山鹿方面に向かってください。途中ですね、国道325号線に入っていただきまして、七条方面に向かってください。で、水辺プラザ鴨戸がありますので、ここの交差点を左に曲がってしばらく進んでいただきますと、今回の会場の安住の丘となっています。今度の日曜日ですね、午前10時から午後4時までですね、駐車場が1000台止めることができますからね。ゆっくりと止めることができますよ。広場で広いから子供たち楽しいでしょうね。いや、ほんとおすすめです。お問い合わせはこちらです。0968483100、0968483100番となっています。はい、ではおがちいきましょうか。はい、それでは毎週木曜恒例のあっち向いてくまモンに行きたいと思います。はい、たくさんの方に集まっていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、それではくまモンがですね、右か左かどちらかを向きます。どっちを向くかよく考えて向く方向を当ててください。それでいきますよ。せーの、今日のくまモン、どっち向くの。こっち向いてくまモン、こっち向いてくまモン、くまモンどっち向く、あっち向いてほい。くまモンが左向きました。左向いた方、おめでとうございます。では最後に一言ご挨拶お願いします。はい、たくさんのイベント、催し物と美味しいスイーツ、試食会場ご用意してますので、はい、ぜひ遊びに